皆さんこんにちは。カラダチャホスプセサちゃん、私は今南東県に来ています。南東は台湾本島の中央に位置し、中央山脈の懐に抱かれた美しい土地です。台湾では唯一海に面していない県ではありますが、その分山岳風景がとても美しく、多くの人々を魅了してやみません。見てください、今日のこの衣装。私は今タイアルリゾートに来ています。ここではキャンプ、温泉、ロッジ、宿泊、ホタルなどなど、たくさん楽しめるものがいっぱいあります。まあ、ロス、今のはタイアル族の言葉でこんにちはっていう意味です。さっき火を飛び越えたこの動作は邪気を払うものとされているみたいです。で、衣装も着替えてきたので、早速今日の体験を始めましょう。イーダーロサダロスバー、はい、イーダーロサダロスバー、はい、だからお三つの目をつのの方へと思うよ。あ、なんかあ、好イーダーロサダロスバー。我觉得这个，我来拍你来试试看，真的很难，我们交换一下。イーダーロサダロスバー。天哪，你有健康耶，你好厉害哦。はい、これからの儀式はお客様を歓迎するときや、あと猿を追いやるときなどに行われる儀式だそうです。で、ここに穴があるんですけど、まずここにすごいなんか強烈な変わった特殊な匂いの石を入れて火をつけます。はい、今からやります。おお、夜中さんいいね。なんかシューってすごいすごいシューってしてる、すごい。おお、シュ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 。好，10到15秒。今火を持ってます。こうなかなか日常で火を持つことがないので。好，イーダ、点。好，开始。スタートのタイアル語。イーダ、イーダ。好，イーダ。これは敵軍を追いやる時にも使うそうです。さっき初めての時、全くこんな大きい音が鳴るとは知らされてなかったので、本当にびっくりしました。本当に本当にわーって感じでした。びっくり。よし、いっけー。お、あれ、あ、台湾の原住民は山と共存していて、主に狩り、主食は狩りで得ます。なので今からこの練習をしてみたいと思います。よし、難しそう。うわ、難しい、なかなか届かない。よし、じゃあもう一度。お、刺さった刺さった刺さった。おお、タイアルリゾートの絶景スポット、天空ポーターに来ました。すごいガラス、ちょっと怖い。おお、わあ、涼しい、気持ちいい。わあ、わあ、すごい山の景色、超綺麗。わ、怖い怖い怖い、ちょっと怖い。おお、怖い怖い。あ、でも綺麗。ここでちょっと一息。ここでは足湯に浸かりながらコーヒーを飲むことができるんです。タイアル族のタイアルコーヒー、いただきます。うん、おー、体に染みますね。特徴はちょっと酸味が効いてますね。あ、そうだ、今年の11月16日の時に温泉祭が開かります。温泉祭で当日、午前11時以前に入園すればなんと無料になるんです。無料で温泉に入れたり、ショーがあったりなど、さまざまなイベントがあるので、皆さんもぜひ来てみてください。おお、わあ、綺麗。そしてめちゃくちゃ広い。2人部屋でこんなに豪華なの、びっくりしました。広い、綺麗。わあ、そうだ、11月12月には無料でここに泊まれるイベントがあるみたいです。こんなところに無料で泊まれるなんて素晴らしいですよね。めちゃくちゃ広い。
おお、あ、そうそうそう、お部屋の中に温泉もあるんです。すごい贅沢。隣の民宿でご飯を食べようと思います。ここは国勢郷なんですが、国勢郷はハッカ民族で構成されていて、ここではハッカグルメを堪能することができます。はい、じゃあ行きましょう。わー、来ました。こちらが有名な国姓魚一鱼两吃、一匹の魚を2つの調理法でいただくっていう意味ですね。でこちらがゴーマオ、シダ植物の一種で、上には梅エキスと梅が乗ってます。なんでも梅はここでは台湾では生産量第2位だそうです。で最後にこちらのクジャシャオサオ、ハッカの炒め物です。じゃあ早速いただきましょう。いただきます。おー、身がプリプリしてて美味しそう。わー、美味しそう。いただきます。とろける。美味しい。すごい美味しいです。一般の淡水魚は骨が多いんですけど、これは全くなくてびっくりしました。本当に骨が少ないです。これだと子供からお年寄りまで安心していただけますね。こちらがクジャシャオサオ、お肉と一緒に炒めてありますね。ちなみにこっちはトウカンっていう大豆で作られたものです。お肉にすごいマッチしてます。今から T シャツのプリント体験をします。しかもここのプリント体験はなんとこの本物の葉っぱを使ってやるんです。びっくり、すごいユニーク。で葉っぱは裏表あるんで、裏のこの筋の部分に色を塗ってこうプリントしていきます。じゃじゃん、出来上がりました。唯一無二のオリジナル T シャツ。ここに座ってるだけで心が清らかになりますね。もういい眺め。度假村の隣のスポット、惠春林山です。ここでは台湾原住民の文化を感じることができるほか、原生の大自然の森の中で野生の動物を見ることもできます。今日はここで一晩一泊します。わー、すごい、満天の星空。こんな綺麗な星空見るの生まれて初めてかもしれないです。本当にたくさんの星がいっぱいこう散りばめられていて、一つ一つがすごい大きく見えます。すっごいキラキラしてる。すごい、わあ、これみんなに見せてあげられないのが本当に残念です。超綺麗。しかもさっき私の目の前をこうなんか光ってるままふわーってこう撮ってたんですよ。で、うお、なんだろうと思ってビクってしたらホタルでした。すごい、本当にホタルも後で見れるのかな。で原住民文化を知ることができてとっても楽しかったです。今まで原住民文化にはあまり触れたことがなかったのですが、改めて原住民は自然を尊重し、人間がより人間らしくたくましく生きているのだなと実感しました。台湾の方でも原住民への印象は歌がうまいとか美男美女が多いとかいう印象だけな方も多いと思うんですけど、私たちの動画をきっかけにもっと原住民の文化に興味を持っていただけたら嬉しいです。じゃあ今日の動画はここまで。じゃあ動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。毎日 Facebook、Instagram でも中国語、日本語で投稿しているので、そちらもフォローしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。